はようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて今回ね、何やっていくかといった話なんですが、水曜日ということでアップできております。今週ねめちゃくちゃ盛りだくさんです。最近ちょっとね忙しくて動画更新できてないんですが、今日はね更新させていただきます。ということで早速本日のアップデ解説やっていきましょう。まずはこちらね、お仕事ラインナップ更新です。アンディ・キャロル、ルーク・ショー、ジョー・ゴメスっていうね新しい3選手が追加されました。欲しい選手ねいる方はぜひぜひこのタイミングに引いていただけたらなと思います。さあそしたらねお次こちらだね、 SWCC 開催です。前回ね、エントリー来ておりましたので皆さんご存知の通りですね。今回はですね星4監督ファンバイク、ポゼッションの監督で4バック、アンカー2人に3トップ、かなりバランスのいいフォーメーションコンボのねロッテルダムスタイル下位の監督手に入りますので、ぜひぜひ皆さん挑戦してください。しかもねコンボ効果が結構優秀で、パスカット、ドリブル、トラップ、キープとバランスがいいですね。シュートがないのが若干ねもったいないかなといった気はしますが、それでもぜひぜひ獲得していただきたい監督となっております。ミッション内容も一次予選を5回プレイするだけとかなり簡単なものになっておりますので、皆さんやり忘れだけはねぜひぜひ気をつけていただけたらなぁなんて思います。さあそうしたらね、今回の新星5トロフィー選手はですね、スペインのファント選手です。レフトウィングのテクニカルドリブラー、超回復フィジカルを持っていて総合値1万1000超えですね。かなり総合値が高い選手になっております。能力的に見るとドリブルとスピードが超優秀で、シュートが A なんでまあまあ、パスはできないけどトラップキープということで、本当にね自分で持って自分で打つタイプのプレイヤーですね。中にパス出したりとかクロスっていうのはあんまり期待できないかなといった感じです。超回復があるので1試合フルで使い続けられますし、フィジカルがあることでね自分の能力値にバフもかかってますし、結構いい選手なんじゃないかなと思います。ただただね、レフトウィングのテクニカルドリブラーっていうのが若干クセモノで、ムービングフォワードとかだったらね結構使い道あったかななんて思うんですけど、現状ねちょっとレフトウィングテクニカルドリブラーなかなか使うところないので、すぐに交換っていうのはちょっとやめといた方がいいかなというのが、はい、正直な感想でございます。まあね、ぜひぜひ今回の SWCC も皆さん、やっていただけたらなと思うんですが、いやちょっとね SWCC 今回やる気ないんだよとかっていう方もね、とりあえず5試合してファンバイク監督だけは手に入れていただけたらと思います。ってことで次見ていきましょう。今週ねすごいんで本当に、まずね復刻レジェンドで3人来ました。これね初心者の方嬉しいね。ローム、トレサグ、ストニコフっていうね優秀な3人です。この3人マジで優秀で、特にねまずロームはジェントルマンタフガイコンダクターなんですけど、組み立てサイドバックっていうねなかなかない、プレースタイル、しかもプレースキックがね能力アップで AB 上昇するので、コーナーもフリーキックも全部蹴れる選手になっております。精度もめちゃくちゃ高いです。貫突までできたらねぜひぜひフリーキッカーとしてご活用ください。トレサグはねフランスのフィニッシャー、前線のねセンターフォワードフィニッシャーっていうのが嬉しいね。大舞台に強い回復ということで1試合フルで戦えるところが魅力です。まあでもロームの方が若干個人的にはいいかな。ただトレサグねかなり使い勝手いいので、前線ね火力なくて困ってる方ぜひ獲得してください。能力がねシュート ABC ということでかなりの決定力を誇ります。そして最後がストニコフ。私はねこの選手めちゃくちゃ好きなんですけど、ポゼッションのレフトウィングフィニッシャー、ここを回復めちゃくちゃ強いね。ここと回復やばいね。1試合戦い続けられるし、オフェンス能力バフかかってるし、能力も見ていただきたいんですが、シュート ABC ということで火力めちゃくちゃあるし、僕ね超いい選手だと思います。ぜひぜひ取ってください。今回最優先ストニコフかなと思います。ロームもいいんだけどね。ってことでですね、今回ストニコフ、ローム、トレサグっていう順番で取っていただけたらなと思います。であと普通のレジェマももちろん来ておりまして、藤田選手ですね、日本のアンカー、セントラルディフェンスミッドフィルダー、中央突破でございます。セントラルミッドフィルダーはねまあまあそんなレアなプレスタではないので、あとスパサブ根性というところもありまして、途中交代するなら全然ありなんですが、途中交代しないなら若干微妙かな。
やっぱ途中交代前線の選手変えたいっていうのもあるしね、決して悪い選手はないではないんですけれども、守備力があんまり高くないのにアンカーっていうこともありまして、個人的にはまだまだね、他のレジュメ終わってない方、例えばトレサグ持ってないよ、ストニコフ持ってないよ、ローム持ってないよって方はそっち優先の方がいいと思います。新レジェンドマッチの選手ではあるんですが、優先度はかなり低めです。今回は復刻の方が優先度高いですね。はい、また詳しく説明できたらなと思います。そしたらね、こちらです。10月に迎える 2.5 周年記念して、1日1回10連無料、最大150連無料、しかも1日1回ミッションクリアで10連分のチケットがもらえて、最大で130連分のチケットが無料でゲット可能。もうね、無課金額始めた私にとってはね、もうマジで天から湧いてきたかのようなイベントでございます。はい、これいいね。はい、めちゃくちゃ優秀です。でミッションは前半がねアリーナ5試合で、後半がレジェマ5試合っていったような感じになってます。今回ねレジェンドマッチ1ヶ月期間がありますので、ぜひぜひねゆったり回っていただけたらなと思うんですが、結構ねいい選手が出てきます。結構いい選手出てきます。いろんなねプレスタの選手も多いですし、アレクシス・サンチェスとかもいますし、ぜひぜひねこの機会に皆さんね、やり忘れたけないように、引き忘れたけないようにね、引き忘れた後ミッションやり忘れね、これねアリーナ5試合忘れたとか、レジマ5試合忘れたとかね、アリーナはなかなかないかもしれないんですが、レジマはね終わっちゃうとなかなか周回するの忘れちゃったりするので、ぜひぜひね気をつけてください。これ勝てなくても5試合行うだけでいいので、適当にね5試合だけ起きたらレジマ5試合みたいなね感じでやっていただければいいんじゃないかなと思います。結構ねやっぱりその無料10連ガチャを、逃さないっていうのは大きいので、はい、この部分をねしっかりしていただけたらなと思います。ここですね。で提供割合がね今回 2% ではなくて 5% なので、結構出ます。これ熱いね。前 2% だったので言うて出ないっしょって感じだったんですが、今回は 5% なので、期間中にね、結構引けるので、5、6人出たらね、嬉しいんじゃないかなっていったような感じです。私もねちょっと無課金赤でぜひぜひここで星5集めていきたいななんて思います。そしたらね最後が今回の新ガチャですね。はい、新ガチャ見ていきましょう。新ガチャはね今回イングランドの選手たちが来ております。好きな方多いんじゃないでしょうか。アンディ・キャロル、ルーク・ショー、ジョー・ゴメス、この3人ねレジマ特攻選手にもなっておりますので、ぜひぜひね特攻選手欲しい方は集めていただけたらなというところなんですが、まずアンディ・キャロルね、マグパイズのハイタワーということでポストプレイヤーサイドアタックとなっております。ハリー・ケインの代わりだね。ハリー・ケインが今サイドポストのイングランドなので、イングランド染めてねケイン持ってないよって方はぜひぜひキャロル使っていただけたらと思います。でお次がルーク・ショーだね。ルーク・ショーはレフトサイドバックの攻撃サイドバックです。でガラスの左足あって途中出場あってね、途中から出したら超高火力の選手になります。ただね、左なんで、ね、右じゃないんでねっていうところが1個と、ちょっとガラスの左足がね怪我のリスクがあるっていうところがネックかなといったような感じです。で最後がジョーゴメスだね。私ジョーゴメスすごい好きなんですけど、ザレッツの潰し屋ということで、回復フィジカル持ちのセンターバック、ハードマーカー、これはハリー・マグワイアの代わりだね。ジョーゴメスのすごいいいとこはなんとバランスがすごい良くて、タックル AB、 パスカット AB で、スピード B、 パワー C、 パス BC ということで、ビルドアップもできるし守備もがっつり上がるしっていうのがかなりバランスのいいところかな。さらに回復フィリカルありますしね。ということでですね、今回の新3選手はこんな感じになります。この3選手を手に入れるとこのねボーナス 80% が乗りますので、レジマをねかなり楽に周回できるようになります。一応ね期間が1ヶ月あるとはいえ、新選手4人来ていて、なかなかね初心者の方だと回れて貫突できて1人2人かなと思うんですが、ちょっとねこの期間だけでも頑張ってね、もしも特攻選手試合に入ったら、3人目貫突とか目指してもいいんじゃないかなと思います。特にねストニコフ、トレサグ、この2人取っておいたら前線はかなり安定しますし、それこそね守備不安あるんだったら藤田とか取っていただいたらね、そんな藤田守備力高くないですけど、やっぱり貫突したら全然ガチャさんのね無突と違いますので、チームの助けになるかなと思います。あんまりね無理して回ってもあれなんですけれども、回れる時にはね、回っておいていただけたらなと
思います。まあ、レフトウィング、ストニコフね、あのポジションとあとはプレッシャー的に、起用するしないっていうのがあるとは思うんですが、まあ、それ悩むんだったらね、センターフォワードフィニッシャー使い道多いのでトレサグでもいいのかなと思いますし、あとはね、中央突破ってか真ん中の選手が欲しいんだったら、中央に並ぶね CF とか OMF、DM が欲しいんだったら藤田もあってもいいと思いますし、ぜひね自分のチームにないところを取りに行っていただけたらと思います。ってことで今回の動画はこんな感じ。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております、豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております、豆腐でした。バイバイ。